ほとんど曲長めですね。あ、フェードアウトして、ね、はい。今日は紙に番号が入って、2番と5番やるか。はい、2番と5番で。うん、誕生の予言があったじゃないですか。旧約聖書のところで。イザヤ書の53章。あれはあの十字架にかけられるところで。誕生ですか。うん、誕生の予言。すいません、写真撮ってもいいですか。はい、撮ります。三二一。はい、ありがとうございます。聖書旧約聖書のね、1332ページ、エレミア書ですか。はい、そうです。ですか。の23の5から、7の全部まで。5から7。はい、ありがとうございます。じゃあマイクあげます。はい、ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。ハイサイ教会デビルの時間となりました。今日のお相手は私、荒垣弘正。城間渡。はい、ミキサーを担当していただきます。小春です。よろしくお願いいたします。お願いします、はい。私は2週間お休みしました。留守を預かってくださってありがとうございます。はい、はい、感謝します。お帰りなさい。はい、私もあの議会関係が入ってたものですから、12月のね2週休みました。はい、でもお二人が、随分と活躍してくださって大変感謝です。面白い話でしたね。いろいろとイエス・キリストの誕生の話から、まあ、あの渡君の経験の話ね、いろいろと聞かせてもらいましたけども、まあ、いろいろと、私が知らない部分があるんで、違う側面からねこういう話題が開くと聞く人たちもこのハイサイ教会デビルの意外性っていうのをですね気づいていただければと思いますね。はい、にゃこさんから、早速コインいただきました。いつものようにありがとうございます。ハレルヤ。にゃこさんは京都でしたよね、確かね、うん。はい、京都はどうですかね。もう寒くなりましたかね。沖縄は今日も暑いです。私も半袖できました。今24度5度ぐらいですかね、うん、ありますね。もうスカッと晴れてますね。はい、青い海も、スタジオからは、見ることができます。
皆さんも沖縄にいたらいい思いするのになというふうにね思いますが、皆さんは先週はいかが過ごされました？鍋を食べました。鍋、はい、みんなで集まって忘年会、まあ、そうですね、プチ忘年会みたいな感じで、うん、はい、はいはい、やっぱり美味しいですね、鍋は、はい、はい、渡君は？僕はなんか、まあ、沖縄、僕沖縄人なんですけど、うん、多分沖縄人があんましないことやって、何かって言ったら、あの国際通りをちょっと観光して歩いてみたんですけど、うん、はいはいはい、なんか行かれたことあります？最後にこの観光っていうか歩いたのはいつですか？歩い車で素通りはよくやりますけどね。車ではよくあると思うんですけど、降りるっていうのはもうそういえばめったにないですね。そうですよね、うん、あのパレット工事まではよく行くんですよ、はいはい、あの、あっちから入らないんですよね、はい、そう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 。先だってもあそこからあのバス乗って帰ったっていうのはありますけどね、うん、ちょっと議長会の集まりが那覇であったもんですから、うん、もう、運転手さんに送ってもらってね、僕は降ろして、帰りはじゃあバスで帰るからということで、まあバスで帰るっていうのはよくあるんですけども、でも国際通りにはそういえば入りませんね。そう、はい、うちなんちゅうはなんか入らないですね。なんかうちなんちゅうはいかんなと思って、はい、今回ちょっと行ってみたんですけど、多分今度荒垣さん行ってみたら、うん、はいはい、びっくりすると思います。なんかまず、うん、もちろんですけど、歩いてる人でうちなんちゅうはいないと思うんですよ、あんまり。あ、結構そんな感じしますよね。もう私あの車の窓から見た雰囲気でも、外国人とこう本土系の韓国の、あ、観光客の方々ですね、うん、でうちなんちゅうらしいの店の方もなんか沖縄の人ではない顔してますよね。そうなんですよ、うん、最近なんか僕も見てても、うん、この沖縄じゃない人も多いですし、うん、でもなんか良かったなと思うのは、うん、あの沖縄料理だけじゃなくて、はい、この食べ歩きみたいなのができるんですよ。だからまあ小春さんみたいな若い女性の方とかも、なるほど、ね、このスイーツもありますし、うんうんうん、なんか、うん、カツサンドみたいなのもありますし、うん、とっても美味しくて、うん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 、なんかあ、国際通り変わったなと思いながら、うん、確かに変わってきてますね、はいはい、昔はね買い物っていうのはね、国際通りっていうのはまあ憧れって言いますかね、田舎の人からすれば牧師のバス停で降りてっていうのは当たり前だったのを私記憶してますけどね、うん、まあ向かい の, あの三越に入っていって、三越、次はまた平和通り通っていくっていうのが当たり前だったんですけどね。まあ、これももう習慣的にもはっきり言ってなくなりましたね、そういえばね、うん、はい、あ、やっぱり時代が変わってきたのかなと思いますね。でデパートっていうのもな、三越もなくなって、山形屋もなくなって。山形屋って何ですか？え、山形屋知らないんですか？僕なんか世代知らないです。あ、そうなの、はい、そっか、沖縄にはねデパートがね、三越、山形屋、そして龍坊っていうのに3つあったんですよね、はい、ちょうどいい感覚ぐらいで、あの3つ、あの国際通りの方から並んでたもんですから、まあ人それぞれ好き好みがあって、まあ、山形屋もまあ一つのブランドだったんですよね。確か山形屋 の, あのルーツはあの鹿児島県だと思うんですね。鹿児島ではかなり今でもブランドだと思うんですよね。で山形屋の昔 の, あの包装紙、あれに包んで、贈答品を送るっていう習慣が、あの鹿児島では非常にあのステータスらしいんですよね、はい、で沖縄にもね確かに憧れの、デパートではあったんですけども、山形屋が最初に閉められて、そして三越も、閉めていって、今、龍坊、いわゆるあのパレット小文字だけになってますね、はい。まあ、こういった国際通り、私たちからすれば懐かしい国際通りのイメージしかないんですけどね、まあ、最近は本当に先ほど言ったように様変わりしましたね、はい、そうですね、うん、前はあと一つ、さっきちょっとこのラジオ始まる前にちょっと話してて、うんうん、なんかあの多分なんか普通じゃ聞けない話を、まあ、ちょっと聞いて、この荒垣さんから、はい、で多分ラジオも今初めて聞く人ちょっと分からないと思うんですけど、まあ、僕はただの26歳なんですけど、はい、この局長荒垣さんが、中城村の、うん、村議会長、議長って言いますね、議長、はいはい、議長を、うん、すいません、はい、議長をやられてるんですけど、うん、で昨日ですか、うん、一昨日ですか、秋篠宮様が来られてて、はい、昨日ですね、はい、昨日あの全国
育樹祭っていうのがあったんですね、まあ、これあの全国の都道府県を持ち回りで開催する、まあ、イベントといいますかね、そういう、まあ、全国的な、催し物らしいんですけどね、うん、私も初めて、参加しましたけども、まあ、招待を受けて、議長と村長一緒に行ったんですけどね、うん、コンベンションセンターで、うん、はい、ニュースなってましたね、見ました？あ、ニュースはご覧になりました？はい、そう、なんか、うん、どんなことやったのかなみたいな、いわゆる、まずあの植樹祭というのをよく聞きますよね、はいはい、植えるときにね、はいはい、でこの植えた木が、育っていくわけですよね、はい、育っていったのをまたちょっとあの管理するといいますかね、うん、まあ、それを、まあ、育樹というふうに言うようなんですよね。で、まあ、いわゆるセレモニー的にあの儀式をやるわけですね、うん、糸満の方に確か、前の天皇、ね、が今は上皇というんですか、はい、が植えられた木があって、それをあの枝打ちしたりするっていうちょっとしたあの手入れ の, あの行事ですね。ああ、それはニュースで見ました、はいはい、それをやったり、はい、あるいはまた肥料を、入れるっていうあの行事をやったりとか、そういったのをやったり、あるいはまたあの今回はあの 緑の少年団っていうのかな、たくさんあの各小学校とか子ども会とか、学童クラブなんかで組織されてるらしいんですけどね、この子たちがまたいろんな、うん、あの苗木を育てたりしてるみたいなんですよね。へ、この苗木をまた、各県に贈呈していったりとか、そういったあのセレモニーがあったんですけどね。へ、結構長かったですけどね、約3時間ぐらいですね、はい、そうですよね、ちょっとあの華やかなね、あのショーもあったんですけどね、うんうん、あの宮沢和文さん、あの島唄を歌う方ですね、あの方も、2曲熱唱されましたけどね、はい、あの人もあの読谷村でしたかね、であの黒木クルチですね、沖縄の、はいはい、クルチの森を、育てようということで運動されてる方なんですよね。黒木っていうのはあの100年から150年ぐらいにならないとあの三振の、あの竿には使えないんですよね。だから次の世代とかもうその次の世代ぐらいにあのこのなんて言いますかね、この木は、製品として使われるようになる。だからもう世代を超えて育樹していかなければならない木とも言われてるんですよね。うん、はい、まあ、そういったね、夢を次の世代に託していくっていう思いでですね、クルチの森を、今、管理してるっていう、まあ、読谷村ではそれをやってるらしくて、まあ、それ の, あの主催者というかな、そういうような立場であの宮沢さんがやってるんですよね。なぜ宮沢さんがそれやったかというとですね、私聞いたことがあるんですけども、はい、この島唄っていう歌がヒットしたんですよね。大ヒットしまして、三線が飛ぶように売れたんですよね。あ、その島唄がヒットしたから、はいはい、で若い人たちとか子供でも三線が、手軽に、こう弾けるようにっていうことでみんなブームになってですね、はい、この三線がなくなったんですよね。あ、この三線を作る木がですか。木が、はい、材料がですね、このクルチがですか。クルチが、そして、今ではもうあの東南アジアとか、うん、そういったところから輸入している木材がもうほとんどなんですね、はい、まあ、ある意味では自分が、の歌がヒットして三線ブームを巻き起こして、うん、いいこともやってるわけですよね、ある意味でね、はいはい、まあ、非常に喜ばしいことなんですけど、まあ、そのおかげっていうかな、この反面また、三線の、材料が不足してしまったっていう、まあ、まあ、ある一方で の, あの罪意識みたいなのが彼にはあるらしくてですね、でそれではじゃあ私が何ができるかなということで、三線をあの将未来の、世代に、語り受け継いでいくためにあの育樹していこうと、植樹していこうということで三線の森構想というのですね、あ、クルチの森ですね、うん、を始められたということなんですね、まあ、そういういきさつがあるようですけども、ね、あ、それもすごいあのことだなと思いましたね、うん、その方が来られてて、はいはい、歌いいですね、なんか、はい、生で聞いてみたいですね、はい、ぜひ今度開催協会で呼んでください、はいはい、来てくださったら大変ありがたいですね。お願いします、はい、もう本当に、熱唱でしたね、はい、生で見るっていうのはすごい感動的な、歌声を聞くことができました、うん、はい、でこの育樹の、まあ、
琉球のあのなんて偉人の中でもあのこの植樹植林した人って分かります？分からない？いつぐらいの人ですか？17世紀ぐらいなのかな、結構前ですね、はい、全然分からないです。サイオンって聞いたことありますよね？ありますあります、はいはい、那覇にはあのサイオンスクエアというねあの、まあ、なんて言いますか、モールみたいなのがありますよね。まあ、その名前から取ったんですけどね、まあ、琉球の偉人の一人なんですけども、このサイオンが植えた松というのが、サイオン松というふうに命名されたんですよね、はい、もう今となってはもう中南部ではもうないですね、サイオン松は。で北部にはあの少しばかり残ってるということも聞いたことあるんですけどね、このサイオンも当時琉球が人口が増えていくと将来材木が不足するだろうとかね、で琉球の、将来の人たちが、ちゃんとね生活が成り立っていくようにっていう思いを込めて、この琉球松を植林するようにということで奨励していって、もう至る所にあの松が植えられていった。それがもう100年200年とか300年とかになると、材木になるような木に成長していくっていう、まあこれも未来に夢を託して、植林をやったっていう功績があるわけですよね。はい、まあ、こういった偉人が琉球にもまたさすがにいたということですね。おそらく宮沢さんもこの話も聞いたかなと思うんですよね。そういう意味で自分ができることっていうのは考えらしたかもしれませんね、これは、はい、すごいですね。この自分の世代でこの刈り取るんじゃなくて次の世代のために。あ、そうですね、はい、はい、すごいですね、うん、ここのねあの普天間も松が戦前は多かったっていう話をよく聞きますよね、はい、あの浦添のあの何て言いますか、あのショッピングセンターがありますよね。浦添の何ですか？パルコではなくて、あれは最近新しいんでね、あの佐久本、うん、違う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 、あのね何だったっけ、浦添遠山にあるの、あの辺りからですね、かかずの隣ですね、あそこからあの バーグレーですね、バーグレー、バーグレー、はい、バーグレー、バーグレー、はいはい、はい、のあの辺りからこの松が普天間までずっと並木が続いてたと言われたと言われても、はい、戦前は総延長6キロ以上あったと言われてて、もう樹齢200年300年の松がもうこの松並木を、今の普天間飛行場のど真ん中を通ってたらしいんですよね。でも今となってはもう普天間飛行場、米軍の飛行場になってますから、この松並木を見ることはできません、まあ、写真でしか見ることはできませんが、うん、まあ、圧巻だったんでしょうね、もうあの光景というのは今の人たちは想像するしかないんですけども。そうですね、はい、まあ、こういった聖書の中にも結構出てきますよね、レバノン杉っていうのが出てきますよね、はいはいはい、はい、あと糸杉とかね、うん、まあ、レバノン杉もいろんなあの材木、神殿の建設にも使われたとかっていうね、聖書の中でもたくさん出てきますけども、うん、まあ、そういったところもですね、あのまた、聖書と歴史と我々の琉球の歴史と比べながらですね、まあ、話するの僕も大好きなんですけども、今日は、ここまで時間がありませんので、そういう話はまたいつかの機会にお話ししてみたいと思います。今日は、聖書の御言葉は、旧約聖書のですね、エレーミア書23章の5節6節7節 8節までですね、はい、小春ちゃんに読んでいただきましょうか、はい、お願いします。はい、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。彼の時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。主は私たちの義、それが彼の呼ばれる名である。それゆえ見よ、その時代が来る、主の言葉、その時モヘや人々はイスラエルの子らをエジプトの地から登らせた主は生きておられるということはなく、イスラエルの家の末裔を北の地や彼らが散らされていたすべての地から登らせた主は生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになる。アーメン、アーメン、ありがとうございます。この章もこの章もですね、予言の書っていうふうに言われてますよね、うん、はい、あの聖書は、毎回毎回言ってますが、歴史書であり予言の書でもあるっていうふうに言われてます、うん、
これも一つの、予言ですね、はい、ダビデの末裔っていうのは、何を指しているのかな。ダビデの末裔、うん、何を指している。ダビデは何族でした。ユダ、ユダ族ですよね、はいはい、ユダ族の中から王が出るっていうのも、もっと古い、旧約聖書のもう遡っていくと予言されてますよね、うん、はい、このユダ族っていうのはなんか聞いたことあるんですけど、なんかイスラエルの十二種族とかいうのの一つですか、はいはい、そうですそうです、はい、おっしゃる通りですね、確か四男だったと思いますね、うん、4番目、まあ、なぜ4番目が、王権を引き継ぐのかっていうのもですね、聖書の中には答えが書いてあるのでぜひ聖書を読んでください、はい、長男が引き継がなかったっていう理由もあるんですよね、うん、で次男でもない三男でもない、なぜかしら四男になったっていうね、はい、うん、で三男は、デビって言いますよね。デビ、はい、デビ族のデビ、デビ、はい、デビ族は、どういう役割をされてたか分かりますよね。デビ族は祭司ですか。そうですね、はい、当たり、神殿で奉仕するっていう祭司の役割ですね、うん、そこがデビ族っていう一族に、与えられた使命だったんですね。ですから先ほど言った十二部族とか十二氏族と言いますよね、その中でデビ族は数えられたり数えられなかったりするんですよ。へ、はい、数えられないっていうのは何でかというと、デビ族の役割っていうのももっぱら祭司の役割をしなさいっていうことで、特に、一族の住人の中では数えられないで、ヨセフ族の、子供たちが、カウントされるっていう時があるんですね、十二種族の中で、はい、そうなんですね、はい、なんかニュースとかでなんかたまに世界仰天とかなんか何ですか、わかります、聞いたことないですか。イスラエルの失われた十二種族の末裔が日本に来てたとかなんか、あ、よく言いますね、はい、YouTube でもいっぱいアップされてますよね。そうそう、うん、なんかその一応言われてるのは十二種族のことですよね、うんうん、そう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 、そのうちのユダ族のことを、まあ、うん、今言ってるって、まあ、その中でまあ十部族がどこに散らされたかわからないとかいろいろ言うんですけども、うん、まあ、実際はね、末裔いるんですよね、イスラエルにもたくさんね、で世界にも散らばってるし、まあ、それをおそらくは最初の補習の時なんて言いますか、バビロン補習と、もう一つ補習がありましたよね、アッシリアアッシリア、はい、アッシリアの捕囚の時に、散らされた部族がどこ行ったかわからないっていうふうに言われてるんですけどね、おそらくそれを指して言ってるんじゃないかなと思うんですけどね、失われた十部族とかなんとかっていうのはですね、うん、はい、で後にまた、バビロン捕囚は帰ってきますよね、はい、はい、まあ、それは聖書の中にも書き記されておりますので、うん、まあ、そういったところもまた歴史として、押さえていただければと思いますね、うん、それでは曲と CM 行ってからまたお話ししましょうか。はい。最初は気軽に沖縄音楽を好きになって弾いてて、カグロリでやったらしいんだよな、はい、そしたら非常に沖縄っていうのは音楽が盛んなところだろうなっていうイメージで来て、はい、行って、もう意外や意外自分が思ってたのとこうひっくり返されるような思いがあったわけさ、なんでかというとやっぱ戦争の歴史とかそういったのが自分は知らなかったと、で沖縄戦の歴史が根底にはあって、この音楽っていうのがいろんな面で揺さぶられてきて、いろんな音楽も誕生してきたという歴史もあるというのを初めて知ってくる。これから彼の考え方が変わってくる。あの歌は作詞作曲があの方ですか。そうそうそう、すごいですね。なんか最近この曲聞いたと思うんですけど、うん、昔の曲と今の曲比べたら、昔の曲ってなんか例えが多いなと思って、なんかストレートに言わないで、あ、だからこの、うん、島唄っていうこの歌にも、うん、なんかいろんな意味が隠されてるじゃないですか、隠されてる、そうそうそう、だから、うん、なんでかなとかたまに思う。
思うんですけど、うんうん、昔の歌は聴いててなんか深みがあるって言ってた、うん、全然音楽分からないですけど、はいはい、そうそう、うん、最近の歌を多分、うん、例えとかじゃなくてまっすぐに言うのかな、うん、まあ、いわゆる詩的に表現すると言いますよね、はい、そうですね、聖書の中でも詩編の中にそう書かれてますよね、詩的に表現するというので、これも多分そうだと思うね、ダビデの一つ、ただし若枝を起こして、こう若枝って何なのっていうのが、そうですかね、うん、わざわざダビデの名前を出してくるのはどういう意味なのっていうの、うん、なんか考えますね、いや昨日実はこのユイマル教会で、うん、クリスマスパーティーが、はいはい、200人ぐらいいたんですよ、おーすごい、でいて、そこでうん、プロのピアニストの方がいるんですけど、うんうんうん、その方がピアノ弾いてたんですよ、うん、僕ピアノのこととか全然分からないんですけど、うん、一番後ろに座ってあーって聞いてたのがこの人のピアノ弾き始めて、なんか近くで見たいと思って、あ一番前はもう子供専用席なんですよ、うんうんうん、みんな体育座りして見るんですけど、うんうん、僕そこに子供のふりして、うんうん、体育座りして、うん、座って見たいと思ってふりしてもちろんバレたんですけど、うん、それでもなんかこの恥を問わないっていうか、うん、なんか興味が出てきて、はいはい、どうなってるんだろうと思って、うん、全然このすごいってだけしか分からないんですけど、うん、なんかもっと興味が湧くんですよ、うん、だからこれはすごいなと思って、うん、多分このブームの人もそうだと思うんですけど、はい、なんか実際生で聞いてみたいなと思って、うん、でそこであれなんですけど、うん、今ツイキャス聞いてる皆さんいたら来週の、あ今週の日曜日沖縄ベタニアチャーチでクリスマスパーティーがあるんで、うん、何人来るか分からないですけど、うん、300人くらいは多い時はね、それぐらい来たことあるんですよね、昨日は本当にもう子供がいっぱいで、うん、よかったね、はい、ちょっと悲しかったのが、このピアノのプログラムがあって、ピアノの次がビンゴ大会だったんですよ、うん、僕がもう一番前で、足も問わずに子供のふりして、うん、ピアノに聴き入ってたら目つぶって、うん、この子供たちが、うん、お兄ちゃんお兄ちゃん、早くビンゴをならんかなって言って、うん、ビンゴのことしか考えてないんですよ、うん、で子供はもうその時で、もうビンゴ当たらなかったって泣いてる思いです、ね、だから、今週も子供もたくさん来ると思うので、うん、もし、うん、お持ちの、うん、方がいたらお気軽に沖縄ベタニアチャーチ、何時からですか？2時からでした？2時から、午後から、午後から1時か2時だったと思うんですけど、うんうん、お気軽に、2時だったかな、うん、はい、ご飯もたくさんありましたね、じゃあこれは自慢なんですよね、いつもね、ご飯たくさんあるのはパーティーでもご飯が、うん、ご飯というか食べ物ね、もういっぱいポテトから何かがね、昨日デザートもすごくて、CM いきます、はい、ケーキからフルーツから、うん、ケーキもたくさん準備してると言ってましたね、ケーキは持ってこなくていいって言いましたよあ、うん、あるから差し入れしようとしたら、そう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 、だいたい普通一品持ち寄るっていうのを教会よく言うんですよね、そうですね、でも普通は断らないんですけども、ケーキ以外のものにしてください昨日でもみんな本当に楽しそうでした、ね、なんか子供はやっぱり純粋だなと思って、うん、みんなも純粋に楽しんでるんですよ、もうはしゃいではしゃいで、で一人吉本さんおられるじゃないですか、イタリアの、あー、太ってるやつ、太ってる、うん、あの方がまたこのピアノの最中に10秒前です、うん、踊ったりしてた、踊ったりしてて、もうみんな爆笑してたんですよ、うん、ラジオを聞きの皆さん、ハイサイ協会デービルをお届けしております、今日は、あれこれ4択で始まりまして、まだ4択が続いているんですけども、12月になりました、クリスマスのシーズンです。昨日は、私はもう公務が入ってて協会行けなかったんですけども、渡る君は、クリスマス会行ったんですよね。はい、行きました。糸満のゆいまる教会っていうところで、はい、だったんですけど、はいはい、まあ、よかったです、楽しかったです。ああたくさん来てたという話ですけども、200人は、200人、うわすごいね、いっぱいで、あの教会に200人って言ったら結構すごいですよね。そうですね、うん、スペース入ったのかね、あの中に200人、だから座るとこなかったんですよ。ああもう大人が座るところなくなるかもしれませんね、もうスタッフは特にね、うん、うん、ああそうか、
非常に恵まれた、クリスマス会だったんですね。はい、はい、なんかあのピアノの演奏もあったということで。そうですね、山里姉妹、山里、はい、ルミ、ね、山里ルミさんが、はい、本当にあのピアノもいいらしい、いいピアノ、あのピアノはすごいピアノですよ、あのスタンウェイのピアノってね、うん、高級なピアノ、うんうん、千万するんですよあれ家1軒ぐらい買えるぐらい、そうらしいですね、3000万だったっけ、うん、すごいですよね、うん、はい、そのピアノをそのプロのピアニストが弾いて、僕たちはもちろんタダで聴けたんですけど、特注でね、あれ何年かかったのかな、5、6年ぐらいかかって手に入れたんじゃないですかね、最初はあの9年かけて待った教会もあったらしいですよ、はい、そういうふうにスタンウェイのピアノっていうのはもう憧れの、ピアノらしいですね、うん、あでも一流のピアニストが弾くとまた、格段とですねいい音色を響かせるんじゃないでしょうかね、そうですね、うん、このスタジオにもね、あの工藤真文さんっていう、 もう一流のピアニストが、はい、あのゲストであの来られたことあるんですよね。小春ちゃんその時いました？いや、あそうか、いないか、ご夫妻であのゲストに来られてですね、あのいろいろとお話聞いたんですけど、私もどうやってこのピアノの話をもう引き出そうかなって思ってとっても悩んだんですけどね私も楽器全然できないもんですからね、もうこの方あのドイツに何回 もう留学したりして、本当にもう一流を極めてるピアニストですね、まあ、体もちょっと体調も悪くはしてるんですけどね、片肺はもうほとんど効かない状態になっているんですけども、それでもあのピアノを弾く時の姿勢というのはね、素晴らしいものがあって素晴らしい音色を聴かせてもらいました、はい、CD も、私持ってますけども、何度かこの番組でもおかけしたことあるんですけどもね、うん、まあ、また、いつの日かまた CD かけてみましょうね、はい、あ大塚健二さん、はい、コメント来てますね、こんにちは、チャタンのメイクマンからツイキャスで見てます、お沖縄に今おられるんですね、はい、先週来てましたこのスタジオに、 あ先週来てた、はい、新室なんていうのあれいきなり現れてくるの、神出鬼没、神出鬼没って言われてフェイスブックでは寒い地域からのコメントが入ってきたりすると、また沖縄にまた、今日はいらっしゃるんですね、うん、もう年内は沖縄で過ごされるんですかね、うんうん、まあ半分うちの中になってきてますからね、健二さんは、はい、そうですね、今日いい天気でしょう、もうびっくりするんじゃないですか沖縄の天気、はい、つかぴーさんからもね、こんにちはということで、ツイキャス来てます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、それではあの聖書の話もまたちょっと戻していきたいんですけども、はい、はい、この箇所で、ダビデに一つの正しい若枝を起こすってありますね、うん、この若枝っていうのは何を指してるかですよね、うん、若枝、はい、あの木の若枝のことですよね、若枝に例えて言ってるんですよね、うん、はい、まあ、先ほどコマーシャル前に言いましたね、ダビデはユダ族、ユダ族の家系から、王が出るということでダビデ王が誕生しますよね、うん、でダビデ王の、子孫もずっと王が続きますよね、うん、で、また保証に取られて途切れたりするんですけども、でも血筋はずっとつないでますから、それが、イエス・キリストの、系図につながっていくわけですよね、はい、じゃあこの若枝っていうのはイエス・キリストのことですか、はい、そうですね、はい、それを起こすっていう、これも予言ですね、うん、彼は王となって治め栄えてこの地に公正と義を行うってまた書いてますね、はい、王っていうのはただ あの人間だけの王様じゃなくて、王の王というふうに表現しますよね、イエス様のことを、うん、この王、まあ、神の王ということで、ご理解いただければと思うんですけどね、でこれが、公正と義を行う、義っていうのは良い行いのことを義って言いますよね、はい、聖書ではこの義っていう言葉でよく表現されるんですけども、彼の時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住むって書いてますね、うん、で、まあ、虐げられた、時代、
捕囚された時代、そして権力にね、隣の国に支配された時代、そういったのを歩むんですけども、また、その土地に帰ってくるという予言、そして救い主がお生まれになるという予言、まあ、そういったところがこのエレミア書の中にも、書き記されています。それが後のようになると、予言が成就していくということですね、はい、イエス・キリストのこの予言というのはすごいですよね。誕生していくというこういったのがもうドンピシャ当たってるっていうのが聖書のすごいところですね、うん、はい、はい、大塚さんからまたツイキャス来ました。今年孫が生まれ、おじいちゃんにならさせてもらったので25日に帰ります。あ、孫孝行するんですね、健二さんも、はい、とても腰が低いですね、うん、おじさんになったじゃなくてならせてもらったので、うん、ならせてもらったって面白い表現ですね。そうですね、うん、そっか、また、寒い地域に、一旦は帰るわけですね、うん、もう最近はもう行ったり来たりですからね、うん、今度また小春ちゃんはクリスマス来ないですか。もう二十何日だったら次は22ですか。22日か、はい、うん、ぜひ遊びに来てくださいよ。たくさんケーキも食べ物も準備して。これで一般の方も参加可能なんですか。もちろんですよ。おなるほど。とっても敷居が低い教会ですから、はいはいはい、さーっと入って、楽しくしてまた帰ってもらって結構ですので。クリスマスパーティーですよね、うん、はい、教会でのクリスマスパーティーってどんなことされるんですか。昨日僕が行ったのは、うん、僕すいませんちょっと遅刻して行ったんですけど道に迷って、うん、でその、まあ、プログラムがあって、まあ、子供が劇したり、まあ、それが可愛いんですよめちゃくちゃ。あ、うん、いいですね。そう、なんか天使役で2歳ぐらいの子供がずっと固まってみんな見つめてるだけ一番それみんなあーって何も言ってないんですけど、うん、もうそこでみんなもう感動して、うん、でまあ、そういう劇があったりそのピアノの、うん、このコンサートじゃないですけどこの子供もいっぱいいるので、うん、この プロのピアニストの方がわーってすごい曲弾いた後になんか昨日びっくりしたんですけど、はい、最近流行ってる曲があるって言ってでその曲名言ったら小学生がみんなおーってなって曲がもう始まったらみんなが歌い出したんですよ。すいません今何だかど忘れしちゃったんですけどで司会者の方が言われてたのが、うん、その司会者が今55歳で、うん、その人が16歳の時高1の時に流行った曲で歌ってる方が横浜銀蝿。ラジオ聴いてる方誰か分からないですか。曲名が何ですかね、うん、あれです、思い出した、あの突っ張ることが男の、あ、突っ張りハイスクールロックンロールですかね。ですか突っ張ることが男の、みんな聞いたことあると思うんですけど、うん、はい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 、今の小学生歌詞全部わかるんですよ、うん、これドラマの曲にもなってましたからね。だからか、あ、なるほどね、だからか、はい、だからだと思います、はいはい、みんなも口ずさんで、うんうん、で口ずさんでるのもいいんですけどこのピアノがやっぱりすごいんですよ。それをピアノで弾いてて、うん、すごい面白そう。いやもうすごかったですね。すいません僕ピアノ弾けないんですけど、うんうん、でもすごいっていうのがもうなんかピアノララララって、うん、まあ、そういうピアノのプログラムがあったり、はい、で最後はあのキャンドリングサービスって言って、まあ、部屋暗くして、うん、みんなでこのキャンドル持ってそれで清子の夜歌ってはい終わりですっていう感じで、うん、まあ、そうですね、なんか立食パーティーとかそんなのじゃないんですけどみんな座ってそのプログラム見て、うん、いろんな劇見てあの天使の2歳の天使見て、うん、っていう感じなので、はい、結構、まあ、気軽に来やすくて、うん、子供も来やすくて、ま、そういう最後のキャンドルもあれですよね、はい、厳かですよね。そうですね、うん、あの、まあ、最後締めはだいたい清子の夜で、うん、キャンドルで締めていくんですけども、うん、まあ、あの辺りになるともやっぱりクリスマスのムードが漂ってきますよね。そうですね、はい、昨日は私育児祭でその前の日が土曜日が、福祉祭りがあって福祉祭りにもちょっと挨拶しなければならなかったんで行ったんですけども、うん、あのオープニングでやはり子どもたちがね懐かしい曲で踊ってましたね、うん、
我々のおじさんたち の, あの青春時代の歌。へえ、子供たちがですか。はい、なんていう曲名ですか。 YFCA。 あー、はい、 YMCA ですか。はい、もうあの西城秀樹さんのね、うん、YMCA が、保育園の園児たちでも、もう可愛く踊ってましたね。はい、まあ、おじさんたちがノリノリになるような曲だったんですけどね、今の子供たちにもね、やっぱりノリノリですよね、あの曲は。そうですね、なんか、うん、なんか体が乗ってきますよね。うん、まあ、やっぱりみんな、乗りやすいんでしょうね、あの曲は。すごいですね。もうよく選んでいただいたなと思ってね、うん、おじさんも感動しました、ね。はい、そうです。あとは、うん、あのビンゴ大会があって、うんうん、で結構なんか商品が豪華だったんですよ、うん、だったり。でこの赤い袋、何ですか、紙に包まれてる箱が、まあ、10個ぐらいあって、はい、であとはもう巨大なぬいぐるみ、スヌーピーとか、うん、プーさんとかぬいぐるみがあと10個ぐらいあって、うんうん、まあ、子供が当たったら赤いのとぬいぐるみ1個ずつ選べる、うんうん、はい、で大人が当たったら、うん、この赤い箱を取れるっていう感じなんですけど、うん、この赤い箱の中身が例えばあのたこ焼きセットとか、わかります、うん、たこ焼き家で作れるやつあるんですか、はいはいはい、あんなのとか他はなんか、まあ、結構なんか豪華なやつが入ってて。ああ、なるほどね。でなんか、うん、あれじゃないですか、そんな子供が一番前にいて、うん、大人がビンゴしたら取りにくいじゃないですか。はい、まあ、5人ぐらいの大人ビンゴして4人は子供にあげてましたね。私取らないですってことでみんな拍手を起こってたんですけど、うん、取った一人の人が、うん、まあ、取った時は一番大きい箱取り寄ったんですよ、うん、もう僕の隣にいた小学生が暴言入ってましたね、うん、お前大人じゃなんか、まあ、いろいろラジオで言えないんですけど。なのでもし来られる方いたらビンゴゲームあるんですけど、子供に品種買ってたわけでね、はい、はい、譲ってあげてください。はい、あ、そうか、ビンゴゲームもありますから、うん、あ、小原ちゃんだったらみんなが譲るだろうね、当たったら。うん、そうですね、うん、ぜひ、教会ね、いらしてください。22日の、はい、午後からですね、はい、沖縄ベタネアチハチ、沖縄ベタネアチハチのもう食べ物は豪華ですよ、うん、もう本当本当、あのぜひいらしてください。もう本当多い時はね300名越してね、もう僕も座る席がない時が何度か経験しましたね、うんうん、もうスタッフもあの歩く道も、道っていうかな、隙間もないぐらいですね、いっぱいしてた時もありますし、まあ、これぐらいですね、クリスマスは、楽しいものです、うん、はい、まあ、今日のね聖書箇所をもっと細かく、紹介したかったんですけども、まあ、これあのイエス・キリストが誕生するという予言、いわゆるクリスマスの始まりっていうところに行き着くっていうことで、まあ、今日は、ちょっと外れたような形で4択してしまいましたけども、まあ、お分かりいただけましたでしょうか、うん、はい、アメリカの教会ではどんな感じですか、クリスマスっていうのは。アメリカの教会はやっぱりこの街はイルミネーションするこの家が多くて、うん、もう綺麗なところはこの多分近所一帯でみんなでもやりましょうってことでやってるんですけど、うん、もう本当に綺麗なところが、はいはい、もうディズニーランドみたいに、うん、おなるわけですね、街がね、まあ、街っていうよりその、まあ、この何ですかね、エリアによるんですけど、うん、まあ、そういうところもあって、うん、もうそこはもう観光地じゃないですけどみんなが車で通ってっていうところで、うん、でもやっぱりなんか24日はパーティーして、はい、で25日の夜はうん、まあ普段教会に行かない人でもみんな教会に行くっていうこの感じでしたね、うん、あ、はい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 、それはもう24日はみんなもすごいパーティーするんですけど、うん、はい、っていう感じでしたね、アメリカでは、はい、うんうん、まあ、世界中で、クリスマスが祝われると思います、うん、ぜひ私たちの教会にも、いらしてください、こう敷居が高いとかっていう人がいますけども、敷居は全くありませんのでね、オープンに、入ることできます。服装も自由です。はい、服装も自由です。あ、そうなんですか。はい、でもなんかそういうイメージありますよね。あ、教会って言ったら、うん、映画とかで見てはみんないい格好してスーツ着て、うん、女性はちょっとドレス着てっていう、それで行かないといけないような、うん、イメージがあります、うん、はい、そうですよね、まあ、あれは、テレビの演出でそうなってるかもしれませんね。映画だったり映画だったりね、はい、まあ、普段着でも結構ですね。ただやはり着飾るという人たちは、あの経験のクリスチャンの人たちは、あの神様にね、もうあのやっぱり捧げるという意味合いも込めて、あの綺麗にして、身もきれいにしていくということで、あ、いらっしゃるんですか。あの、はい、整えてこられるっていう方、いら、おら
おられると思いますね、うんうんうん、さっきあの、はい、あの荒垣さんと話したんですけど、うん、あの荒垣さんがこのどっかの何ですかね会場に行くとき、うん、このネクタイ外していくっていう話をしてたんですよ、うん、たまにですよたまに、うん、その時はこのスピーチとかがないとき、うんはい、でもその時周りのみんながネクタイしてたらおいなんでかって聞いたらいや公式の一応この会だから うん、やってると、うん、まあなんか教会もそんな感じかなと思うんですけどこのそのちゃんとした格好で、うん、この相手にリスペクトを与えたい、いや、やらかきさんがリスペクトしてないってことじゃないですけどでもそういう感じのこの何ですか、ね、気持ちの表れだかなという感じですね。ただ日本人はあの横並びが好きじゃないですか、はい、好きっていうかやらないといけないっていうのがね、うん、あったりするじゃないですか、うん、まあそれがちょっとね横目を気にするっていうところが、うんうんうん、まあ自分もそうなんですがあるんですけどね、うん、まあそれをまあ、ちょっと勇気出して今日はノーネクタイで行こうっていうふうに思ったりする時があるわけですよね、うんうん、そしたら意外みんな締めてたりしてそういう時に限ってみんなするんですよ ね, すよね、はい、お二人は教会へはどういった格好とかこだわってますか、まあ、普段はこんな感じですよね、うんうん、でもアメリカの教会もですけど、うん、このやっぱスーツ着てる人もいればあの半ズボンにスリッパの人もいますし、人それぞれなんですね、人それぞれの、そうですね、なんかそういう教会が今、まあ、増えてるっていうか、あ、そうなんだ、はい、まあ、ちょっとしたあの催し物があるときにはやっぱりスーツで行くときってありますけどね、うんうん、まあ、今回もクリスマスの時は僕スーツで行こうかなと思ってはいるんですよ、実はね、はい、あのそれ以外の時はあの、まあ、普段着の中でも、まあ、あまり乱れてない格好で行くっていうように心がけてはいるんですけどね、うん、見切れにしていくっていうのは、まあ、まあある意味常識の範囲内で大切かなと思いますね、うんうん、まあ独身の方は、まあ、いろんな同世代の方もいるんでちょっと格好つけた方がいいかなと思います、はい、もし来るんだったら、まあ、パーティーですからね、はい、そういう出会いもあるかな、まあ、ちょこっとワンランクアップするぐらいでいいんじゃないかなと思います ね、はい、まあ、これ人それぞれですけども、うん、まあ、気軽に、いらしてください、ぜひ来てください、はい、もう一曲行ってからまた、はい、お話しましょう。ピアノ習ってたのと、うん、吹奏楽部だったので、ぽいぽいぽいですか。何高校ですか。三里高校です。三里頭いいとこですか。三里工業じゃないですよね。三里工業じゃないです。三里高校、三里高校頭良くはないですね。ピアノだったらスタンウェイって聞いたことないですか。スタンウェイ聞いたら分かりますかね。タイトルではピンとつない。ピアノの話か。あ、分からないです。自分そうなんか僕も全然分からないんですけど、うん、すごいらしいですよ。へえー、すごいピアノらしいで、あの荒垣さん、はい、ツイキャスからケンジさんが質問来てるので、うんうん多分、分多分好きな方に告白したらその人は、うん、あなたにそんなこと思われてたなんて気づかなかったって、まあ、ちょっとあの結果が良くはなかった時、うん、神はどう言われますかっていう、はい、どう答えますか。僕が答えていいですか。はい、ツイキャスで答えていいですか。うん、これあの、まあ、誰の話してるかは全然わからないんですけど、うん、あのこれ前この聖書も話したんですけど、この結構この聖書に片思いについてどう思われますか、ことについてどう語られてますかってあるんですけど、うん、あの聖書って
結構この何ですかラブレターなんですよ、うん、簡単に言ったら、うんうん、何かって言ったら髪は愛なりって書いてるわけで、うん、このちょっとうるさいですねこれ、うん、で髪がどうこの神様が愛なりどういうことかって言ったらこの聖書に片思いがどう書かれてるかって言ったらもう書かれてそればっかり書いてあるんですよ何かって言ったら神様があなたを大塚健二さんをこの小春さんをで僕をこの荒垣さんを愛してる愛してるって言っても僕たちはええっていつってそんな時あったんですかいつ愛してくれたんですかって僕たち言うんですよ一つが神様が片思いしているこの思いを語られててあと一つが神様と愛し合った人たち神様の思いを受け取ってこの行動した人たちの話が書かれてるんですよそれが前見たマタイの新約聖書の一番最初のマタイのイエス・キリストの系図なんですよ世界中にいっぱい人がいたのに世界中に人がいっぱいいたのにその時にこの娼婦体を売ってたレハブが選ばれたで義理の父と関係を持ってまで子孫を残したタマルが選ばれたそういうことが書かれてるんですよ、うんうん、だからこの話はもう終わりにしましょうわかりましたからでも本当に大塚健二さんこれちょっとなんかもし神様がその気持ちだったらと今多分これ誰にアドバイスしてくれてるかわからないですけどもし神様が大塚健二さんにいや本当に好きなんだよ好きなんだよって好きなんだよじゃなくて愛してるよって言うんですよ神様神様はあなたのこと好きって言われるんですよ好きは気持ちなんですよわかります僕が小春さん好きは気持ち気持ちに頼ってたらもう好きな時は小春さんに何かやってあげますしだけど愛してるっていうのは愛するっていうのは動詞なんですよん動詞動詞動詞ってことは行動なんですよ好きは気持ちあで愛は行動なんですよあだから好きっていうのは気持ちに左右されますけどだから好きじゃなくなったら離婚するじゃないですかでも愛は気持ちに左右されないんですよ。この愛は責任も出てきますし、この行動ですから、うん。じゃあ愛は行動。じゃあ行動が何だったかっていうと十字架なんですよ。うん、愛はやりたくないこともやるときあるんですよ。うん、例えばですよ。うん、ちょっと CM いいですよ。あもう終わりですよ。CM いきます。そうそう。まあそういう話なんですよ。だから大塚健二さん、ちょっと考えてみてください。深い。いやでもそうなんですよ。愛は好きか嫌いかで、嫌いだからやらない、好きだからやるじゃなくて、嫌いでもやらなきゃいけない時があるんですよ。うん、もし結婚したら嫌な時は必ずあるんですよ。うん、それでも愛するってことはやる。ことなんですよ。これ全うする。それが十字架だったんですよ。イエス・キリストの死ぬ前に、これもしこの十字架で十字架っていう道以外にあるんだったら、そこ通らせてくださいって言うんですよ。何かって言ったら怖いじゃないですか死ぬの、うん。死ぬの嫌じゃないですか。あ、始まります。それから5秒前です。ではマイクあげますね。はい、はい、ラジオお聞きの皆さん、ハイサイ教会デビルをお届けしております。ツイキャスで、F 大塚健二さんからいろいろと質問が来ております。私に質問ですか。荒垣さん、一度告白してそんなこと全然思わなかったわと振られてしまったとき、神はどう思われます言われますかということですね。聖書にはいろいろとね、告白したとき、叩きなさいというところがありますよね、聖書にはね。はい、欲しいときにはコン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 って叩きなさい、そうすれば与えられますっていう聖書箇所があります。粘り強く求めなさいということを言われている箇所がありますね。はい、まあ、ですから、この御言葉を信じるのであれば、叩き続けていけばあなたの、願いは開かれるっていうことですね。はいただね、もっとあるんですよ。他にはね、
祈るときに異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけませんっていうのもあるんですね、はい、言葉数が多いことで聞かれると思っているのですっていう、ね、あの異邦人はそう思ってる、でもこれはダメだよっていうね、うん、で天の父なる神様は、願う前からあなたの願いは何であるっていうのはもうすでに分かっておられるっていうことなんですよね、うん、はい、ですから同じ言葉をね繰り返し繰り返しね唱えるっていうことはやめなさい、素直に、願いを求めなさいっていうところですね、願っても願いが叶わない時がありますよね、うん、それはやはり思いの中にね不純な思いがある場合には神様は願いを受け取らないという時がありますね、はい、これも聖書の中には、たくさん、散りばめられて御言葉として書かれております、うん、まあ、純粋な気持ちで、告白してい、くと神様はこの願いを聞き入れてくださるということですね、はい、わかりました、はい、はい、諦めないでアタックしなさいそれも一つ合ってるかもしれませんね、はい、でも大塚さんはもうねご結婚されてますの で, そうです、ね、でお孫さんが誕生するということですから、はい、まあ、こういった、告白はもう不要ですよね、うん、はい、よくねあのご利益信仰って話も前しましたよね、はい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 、これが欲しいあれが欲しい、うん、神様願いを叶えてくださいって言って一向に叶えられないケースってよくありますね、うんうん、はい、これはもう自分好みの祈りを捧げると神様は、決してこういった願いには、聞き入ってくれないっていう時がありますね、うん、本当にあなたに必要なものは何なのかっていうのを神様はご察ししておりますので、この人に本当に必要なものっていうのを差し上げるっていうことですね、だからあのニューヨークのねあの病棟の壁に掲げられた詩の中にも書いてありましたよね、はい、名誉が欲しかったけども結局は貧困になったとかね、健康にしてくださいと言うけど体が病弱になったとか、いろいろ結果からすればなんか満たされなかったけども素直な心っていうのが与えられて、自分の願いっていうのは直接は聞き取ら届けられなかったんだけども、まあ、神様の思いとして、全ては成就したっていうことですね、この人は、非常に幸せであったということでですね、締めくくった詩があったんですけどもね、うん、あの詩をぜひ思い出していただければと思いますね、これインターネットにもおそらく出ると思いますね、うん、はい、ニューヨークのねあのリハビリ病院だったかな、どっかの壁に掲げられた詩っていうのが有名な詩ですね、はい、有名な詩があると思いますね、うん、アメリカ人はもうあれよく知ってるんでしょ、行ったらもう分かると思います、うんうん、はい、僕はある教会の壁に掲げられているのを見て、質問して、写真撮って、これからいろいろとあ感動的な詩だなというふうに皆さんに分け与えてるんですけどね、うん、はい、もう時間になりました、早いですね、はい、大塚健二さんもありがとうございます、いつもね、ツイキャスで応援していただいてありがとうございます、ありがとうございます、はい、今日もまた、ラジオを聞いてくださった皆さん、神様の誕生のクリスマスがいよいよ始まってまいります。私たちの教会でも22日クリスマスが予定されております。多くの皆さんが教会に足を運んでくださいますようにお祈りいたします。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。アーメン。はい。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。バイバイ。にゃおこさんもありがとう。はい。皆さんありがとうございます。直接的にそこの聖書の中にこういう恋愛の話とかはこう書いてはないけど、それにちょっと似ているアドバイスが散りばめられているということですか、うん、うん、まあ、何にでも通用じゃないけど言えるようなことがいっぱいある、うん、恋愛の話もいっぱい出てきますよね、うん、結構でもドロドロなんか多い感じですよね、恋愛となるとなんか純粋な話って書いてあります、あ、もちろん、あ、そうなんですか、あ、ちょっとこの話も聞いてみたいです、こんにちは、お疲れさん、ご苦労さんです、ほなみんさん、ちょっとさっきリクエスト曲を持ってきます、あ、そっかそっか、あ、そっか、いい天気ですね、すごいですね、よろしく。
願いします。砂川さん、あの、はい、番組が始まる前に電話があったらしくて、リクエスト、ああ、あの、小春ちゃんが聞いたので、ああ聞きますね。そう、はい、なんていう曲かな。